こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は環境を変えることについてお話したいと思います。動画の概要欄には Bレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報なども載っておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。これはですね、私の経験を通して環境が変わってきたことで、自分がレベルアップできたなと感じることができた経験からのお話になります。自分が強いか弱いか、どのぐらいで十分かとか、無意識のこのぐらいが限界だなと感じる水準っていうのはですね、ある程度周りの人間の水準に影響されるというか、周りにトレーニング全然していない人しかいない場合は、ベンチプレス100キロ上がればですね、十分鍛えてる体の大きい人っていう評価になると思いますが、例えば周りが200キロベンチプレス上げる人に囲まれていれば100キロであると、なんかこうもっと鍛えないとダメだなと感じるぐらいの気持ちになってしまうと思うんですよね。そこでですね、自分が環境を変えることでどのように変わってきたかというところもですね、お話をしたいと思います。私はですね、10年ぐらい前からトレーナーとして勤務してたんですが、当時のジムはですね、ダンベルぐらいしかフリーウェイトがなくて、マシーンが多いジムでしたので、そんなにフリーウェイトの経験がある人は多くありませんでした。私がトレーニングをフリーウェイトで行う場合は、家にベンチプレス台とかを買っておいていたので、そこでトレーニングをしていたというところになります。その中で自分で、トレーナーの勉強もしてましたし、トレーニングを続けていたので、ベンチプレス140キロぐらいは上がるようになっていました。で、そのぐらいの水準の時に、当時トレーナー仲間だった男性とお話してた時に、一生涯通じてどのぐらいの重量を上げれたらいいかなっていうね、目標を話したことがあるんですけど、自分の周りにはね、大会出てる人とかもやっぱそんなにいない状況でトレーナーをやってて、でかつフリーウェイトをやってる人がそんなにいない状況だったので、自分は十分その環境の中ではですね、体の大きい強いトレーナーという立ち位置でいることができたので、目標も正直そんなにね高く設定してなかったし、このぐらいこなせばいいかなという目標値があったんですよね。そこがスクワットで180キロ上げれるようになったらいいなとか、ベンチプレス150キロ上げれるようになったらいいなとか、デッドリフトは200キロ上がれば、十分トレーナーとしては鍛えれてる、いい体をしているトレーナーになれるんじゃないかっていうね、目標を設定することになりました。で、生きてるうちにね、その重量を達成できればいいかなと思ってトレーナーを行っていたんですが、その中でもっと専門的にトレーナーをやりたいと、パーソナルトレーナーの実績を作ってもっと活躍したいと思うようになった時に、大会をね意識しだしたんですよね。それでパワーリフティングの大会が当時勤務していた和歌山県で開催されると、でこれが国体が開催されるというところで、一回見に行ってみようというところで見に行ってみたと。で、入賞者の記録とかを見ていたら、頑張ればこれちょっと戦えるんじゃないかなっていう気がしてきたんですね。気のせいかもしれないですけど頑張ればベスト3もしかしたら、なんか運良ければ狙えるんじゃないかっていう気がしてきてですね、なんか入賞者の記録とかも見るようになりました。そうすることで自分の中の基準が、近所のジムで強いであれば満足してた水準から、やっぱ大会を意識するようになりました。大会に出るために、ジムで大会に出てる人がいる状況にあった方がいいなというところで、パワーリフティングとかボディービルに出場している人のジムに通うようになったと。そうなった時に、今までスクワット180キロ生涯で上がればいいなという意識だったのが、スクワット200キロでセットしてる人とか、スクワット160キロを2、3レップ上げる人をやっぱ目の前で見るという経験をしたので、やっぱり大会に出て結果を残している人は、このぐらいのことやってるし、このぐらいの意識でトレーニングしないとダメなんだなというところで、自分の中のリミッターが一つ外れたというか、デッドも200ぐらいしか持ったことなかったんですけど、大会を目指してトレーニングするようになって220キロぐらい、持てるようになったと。ある程度トレーニングして、そこから大会にいよいよ出場となった時は、練習ではですね、スクワット190ぐらい、半年ぐらいだったと思うんですけど、上がるようになったし、ベンチプレスは150キロぐらいは上がるようになったと思います。ただ公式のルールはね、止めないとダメなんで、止めたら10キロ以上落ちたんですけど、上がるぐらいになったと思います。で、実際に大会に出てみるという経験をしました。
まあ、自己流で行ってたホームよりも、まあ、実際大会という環境だとホームの求められる厳しさが全然違うので、まあ、ベンチプレスも135キロぐらいしか大会の本番では上がらないぐらいの状況で、まあ、正直ボロボロだったんですけど、大会でちゃんと本番のルールで勝てるようになるにはもっとトレーニングしっかり頑張らないといけないなと、まあ、より自分のトレーニングの基準を厳しく考えれるようになりました。まあ、その中で今度は、まあ、和歌山でトレーナーを行っていたんですが、今度はですね、奈良県のリアルスタイルでパーソナルトレーナーとして働こうというところでこちらのリアルスタイルに入社したんですが、まあ、その当時同僚のトレーナーですね、ベンチプレスの日本チャンピオンになった経験があるトレーナーがいたんですよね。で、今まで生で見た、まあ、同じ階級ぐらいの人のベンチプレスって160キロとか、まあ、そのぐらいでも自分よりだいぶ格上だなという感覚で見てたんですが、まあ、目の前で200キロ以上ベンチプレスで上げる選手を見る、しかも体重が自分より、ね、軽いっていうところのトップクラスの選手を見て、あ、もっと努力しないといけないなと、自分の中での基準がもう一つ意識的なところの限界値が切り替わったような感覚があります。で、意識的な感覚だけじゃなくてですね、技術的にもすごい発見がありました。自分がベンチプレスを行うときに意識していることが10ぐらいのポイントを意識してたとすると、日本チャンピオンになった選手の方にこの時どうしてんの、この時どうしてんのっていう、こうアドバイスを求める、意見を聞いてみると、自分が10のうち1、2ぐらいしか意識してなかったことが10個ぐらいのポイントを出されると。まあ、僕も今でも全然見えてないポイントがあるんですけど、10どころか100、200ぐらいの細かいフォームの組み方とか意識の持ち方とか決まっているっていうところがありました。なので日本トップとかで戦う専門家はより細かく各動きを意識しているっていうところが学べたので、まあ、その技術的なスキルアップですね、そこも大きな発見が多いことになりました。誰もね、大会に出てない環境で、まあ、その中でもまあ強いっていうところで満足してた状況であれば、まあ、そのままで終わってた可能性は高いとは思うんですけど、もちろん運も影響してたと思うんですけど、強い人がいる環境に移っていくことで自分の中の基準値も高くなっていくし、無意識に決めてた限界値が変わっていくと。で、かつ技術的な発見もやっぱレベル高い人がいることでたくさん発見できたというところが、環境を変えることでの自分が感じたメリットになりました。少しこうベンチプレスのね、どういうところがすごかったのかっていうところの、まあ、一個のお話をすると、僕は高重量のベンチプレス、まあ、特にマックスとかを行うとき、ラックアップするときにですね、すごく重いと感じてたんですよね。少し怖いとも感じてたと思います。まあ150キロしか上がんない時期であれば、まあ、150キロこう1回しか持ったことない重さが、まあラックアップでグッと重さがかかってくるので、やっぱりすごい怖いと。で、その中で覚悟を決めてグッとこう一発挑戦するわけなんですけど、まあ、そのチャンピオンの方のアプローチの話を聞いたら、シンプルにこうやったらいいんですよっていうのをざっと説明されて、まあ、その方も説明雑だったんで、その動きの意味を一個一個考えて実際にできるようになるまで、まあ、半年ぐらい正直かかったんですけど、完全にね、その動きの意味が分かるまでは、まあ、ただその意味が分かった後ではですね、まあ、単純に重いのを持ち上げるベンチプレスの動きの延長としてラックアップしてたんで、すごく重く感じてたんですけど、体の位置をですね、うまくずらして、肩の動きですね、あんまりこうベンチプレスの動作に関係ないところの最短距離で肩甲骨をグッと動かしたら、もう勝手にラックアップしている状態、まあ、非常に省エネな状態でラックアップするっていうテクニックを身につけたことで、マックスぐらいの重量であればラックアップに全然恐怖心を感じなくなりました。まあ、マックスプラス20でも30でもラックアップするだけであれば動きがちっちゃいので全然こう疲労を感じなくなったんですよね。まあ、そうすることでマックス持つ時の恐怖心っていうのはもうかなり取り除かれて、自分の中で重いのを持つ時に萎縮するっていうのが非常にこうネックになってたんですけど、そこの部分が取れたので、かなりアプローチ良くなった感覚があります。まあ、彼にアプローチ習ってやっぱり短期間で記録も順調に伸びるようになりました。なので、こういうアプローチを知らなければもう少しゆっくりしたペースだし、ラックアップにもこのぐらい細かいポイントがあったのかっていうところに気づかないまま終わってた可能性もあるなと思いました。
まあそういうアプローチの改善があって140キロしか上がらない時期は、まあ、150キロ上がればいいなと思っていた記録が、レベルの高い人と接することで技術も上がってきて、トレーニングを重ねることで記録も伸びてきたと。でアプローチ良くなったことでもちろん怪我も減ったと思いますし、まあ、その中で記録を上げていくことができて、今ではベストであれば足上げでも165キロぐらいは上げれるようにはなってきました。私個人としてはね、もう40ぐらいなんでそこそこ頑張れたんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ例えばね、私がさらに上を目指してですね、200キロ210キロ上げれる人の環境にもし入るのであれば、またたくさんの発見が待っているかと思います。まあこの辺でね、まあさらにこう一つの競技に特化して上を目指すのか、今の状態で楽しみながらトレーニングをしていくのか、またボディメイク路線に少し方向性を変えるのかとかはですね、まあそこはちょっと好みによるかなとは思うんですけど、まあ上を目指せばさらに上があると、上の技術とか上の環境があるっていうところもあるとは思ってます。環境を変えることでさらに上を目指せるっていうところのお話をしたんですけど、まあ逆にマイナス効果としてはですね、まああまりにもレベルが高すぎて自信をなくしてやる気がなくなったりとかですね、まあトレーニング高いレベルの人がむちゃくちゃハードに行ってるから、それについていこうとして疲労が溜まって抜けなくなったりとか、無理をして怪我をしてしまったりとかですね、まあマイナスの効果もある場合もあるんですけど、まあ、そこは徐々に自分の中のチャレンジの枠を広げていくっていうところも大事かもしれません。まあ、マイナス効果もありますけど、まあ、うまく環境の変化を使いこなせればさらにレベルアップの機会にもなると思いますので、ぜひ、まあ、環境を変えるというところも一度考えてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得なセール情報も配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。